どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、プリンスホテルに新ステータスのダイヤモンドステータスっていうのをですね、先日発表がありましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。先日ね、アメックスゴールドにはプリンスホテルのゴールドステータス、プラチナスカードにはプリンスホテルのプラチナステータスをね提供開始ということで、解説動画ねこちらで出させていただいたわけなんですけども、まあ今年のね初めぐらいだったと思うんですけども、プリンスホテルはですね、今ねブルーゴールドプラチナっていうねステータス制度なんですけども、これよりですねこのプラチナの1個上のですね最上級ステータスっていうのを発表しますよっていうのはですね、結構前にもうね発表してたんですよね。で、発表はしてたんですけども、詳細はねまだ公開されてなかったんですけども、先日ねこちらが発表になりましたということで、結構ねいい内容なんですけども、まあ最終的にはねちょっと厳しいみたいなね、まあこういった内容っていう風になっておりますので、まあ気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、プリンスホテルのねステータス特典の一覧ですね、先日もちょっとお見せさせていただいたんですけども、現時点ではですねこういった形になってるんですよね。ブルー、ゴールド、プラチナということで、ゴールドステータス以上であればですねレイトチェックアウトが利用できて、プラチナステータス以上であれば朝食はね無料になって、またねこれが同室の方ね全員無料になるということで、まあこういった形でねステータス特典があるということで、まあこれ以外にもねまあたくさんあるんですけども、まあ大きい特典はねこんな感じになっていくかななんていうふうに思ってるんですけども、このプリンスホテルにはですねクラブラウンジっていうのはあるんですけども、あのマリオットとかねヒルトンと違ってですね、このステータスを持ってるからといってこのクラブラウンジっていうのはですね入れてくれないんですよね。でプリンスホテルの場合は、まあ、クラブフロアっていうねクラブフロア特典っていうね客室だとこのクラブラウンジがね利用することができるっていう風になっているんですけども、まあそれ以外はですねステータスを持っていても、まあラウンジね入ることができないっていった形になるんですよね。で今回ですねこのダイヤモンドステータスっていうのがですね発表になりまして、なんとねラウンジ利用することがねできるようになるっていった形になります。こちらね聞いてね、おーとうとうね使えるようになったのかということで、まあ公式サイトはねこういった形になってるんですよね。ダイヤモンドステータス、プリンスステータスサービス最上位ダイヤモンドステータスのご案内ということで、まあこちらね気になる方ね概要欄に公式サイト載せておきますので、ぜひねチェックしていただければなと思うんですけども、まあプリンスホテルのねダイヤモンドステータスがこういった形でねなるんですよね。でこちらねちょっと読み上げちゃいますけども、2023年度最上位ステータスダイヤモンドを新設します。2020年1月から累計200メダルを獲得された方が対象となります。なお2020年9月末までに200メダルを獲得された方は10月10日よりダイヤモンドステータスサービスの特典の一部を先行として利用していただけることになりました。より特別な時間をお過ごしいただけるよう心を込めたお友達をご体験くださいということで、こういった形になってるんですよね。まあ疑問点がねまあたくさんあると思うんですけども、まずねこのダイヤモンドステータスの特典の一覧ですね、まずクラブラウンジがね利用することができます。ちょっとここにね公式サイト出しておきますけども、クラブラウンジが利用できて客室のアップグレードですね受けることができます。で選べる誕生日プレゼントということで、こちらは2023年の4月より開始になるみたいなんですけども、誕生日にですねプレゼントがもらえると。でまたね限定イベントっていうのも2023年4月以降順次ということで、まあこういった形になりまして、またねポイント加算率が 150% になって、まあ専用ダイヤルコンシェルジュデスクがですね利用することができるっていった形になるんですよね。いやねプリンスホテルもねとうとう入ってきたっていう感じですよね。まあ客室のアップグレードもクラブラウンジもねこのダイヤモンドステータスをね持っていれば、まあどの客室をね利用したとしても、まあ利用ねすることができるっていった形になるんですよね。で私の動画のチャンネル見てる方でもですねプリンスホテルのクラブラウンジね入ったことある方ねいらっしゃるかと思うんですけども、まあまたねヒルトンとマリオットとねまたなんていうんですかね、あの雰囲気が違って、まあ、非常にいいんですよね。私もねパークタワー東京っていうね東京タワーの目の前にあるねプリンスホテルがあるんですけども、そちらでねもう4年ぐらい前になるのか行ったことあるんですけども、そこのねパークタワーのねクラブラウンジって本当に目の前に東京タワーってめちゃくちゃリッチいいんですよね。で高級感がね半端じゃないのと、またねあのクラブフロア特典っていう客室を取ってないとねこちら入ることができないっていう風になりますんで、利用してる方もね非常に少ないんですよね。まあこういった感じでねめちゃくちゃ良かったんで、ちょっとねまた行きたいななんていう風に思うんですけども、まあこのね
プリンスホテルのこのダイヤモンドステータスのね獲得についてなんですけども、2022年の1月から累計200メダルをね獲得された方が対象って言った感じになるんですよね。でプリンスホテルのステータス制度なんですけども、メダル制度っていう風になっておりまして、まあ、1年間のですね累計のこの獲得のメダル数によって、まあ、ステータスがね判定されていくっていう風になっておりまして、1メダルの獲得にはですねホテルの利用代金1万円に対して1メダルって言った形になるみたいなんですよね。でそれ以外にもねなんかアンケートとかそういったものでももらえるみたいなんですけども、まあ、基本はねこの1万円プリンスホテルで利用していただくと、まあ、1メダル獲得できるみたいな感じになっておりまして、年間ね20万円利用していただければ20メダルがね獲得することができて、20メダルになるとゴールドステータスがね獲得することができるって言った形になるんですよね。で50メダル、まあ、50万円利用していただくとプラチナステータスがね獲得することができるって言った形になるんですよね。ですので、まあ、ホテルね1万円使うと、まあ、1メダルがね獲得することができるっていう風になりますんで、まあ、今回のダイヤモンドステータスはですね200メダルということで、こちらですねプリンスホテルに1年間で200万円利用していただくとこちらがね獲得できる、まあ、ダイヤモンドステータスがね獲得できる計算っていう風になるんですよね。いやねこれ聞いたらねあーっていう感じなんですけども、非常にハードルが高いですね。まあこればっかりはねしょうがないんですけど、本当にマリオットボンボイのアンバサダーぐらいねハードルが高いって言った形になりますね。いやねこれ聞いた時にねちょっと欲しいなと思ったんですけども、まあ200万円ねプリンスホテルにね利用することは私もできないので、ぜひね余裕のある方はですね利用してみていただきたいななんていうふうに思うんですけども、まあこういった形でねダイヤモンドステータスはね獲得することができるって言った形になるんですよね。でまたですねこの今回のねダイヤモンドステータスのね新設に合わせて7月1日から9月の25日までダブルメダルキャンペーンっていうのもね行われるみたいなので、パークタワー東京でね100万円プランっていうのも発売されるみたいなので、こちら詳しい内容ね公式サイト概要欄に載せておきますので、気になる方はですねぜひチェックしていただければなと思うんですけども、このダブルメダルキャンペーンでこの100万円のプラン利用していただくとダブルメダルになるということで、100万円で200メダル獲得できるみたいなので、これで達成みたいなこともねできるって言った形になりますんで、まあ、気になる方はですねぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回ですねプリンスホテルがダイヤモンドステータスをね新設発表いたしましたので、解説ねさせていただきましたけども、いやねちょっとハードル高いですね。本当にね利用してみたかったです。ちょっとクラウドファンディングとかね考えちゃいますかね。いや冗談です。いやねいやちょっと利用してみたかったですね。いや200万円利用していただければ、まあねダイヤモンドステータスになれるっていう風になりますんで、ちょっとねお金に余裕のある方はですねぜひねこの100万円のプランもね利用するのもいいと思いますし、まあダブルメダルキャンペーンもね行われるということで、まあ期間がね2ヶ月半ぐらいしかないんで、まあそこまでね期間は長くないんですけども、まあ、プリンスホテルねめちゃめちゃ利用してるみたいな人はですね、まあ、ここの間にね畳み込んで200万円達成していただければですねダイヤモンドステータスね獲得することができるっていう風になりますんで、ぜひね狙われてみるのもですねいいのではないのかなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。